わかんないんだ。あ、わかったかも。ちょっともう一回、もう一回。はい、わかった。なんでしょ。チュッチュルチュッチュルチュルルルル。スパゲティ体操だ。そうです。できた。目覚めた。鳥がめっちゃ大きいらしい。半身揚げっていうぐらいだけさ、半分ってこと。あれじゃないの？そのクリスマスチキンぐらいできた？ああ、七面鳥の。そうそう。違う。あれはめっちゃ大きいよ。え、ここはみんな半身揚げを食べに来るの？が名物なんじゃない？だから半身揚げは絶対マストで、あとなんかもう一個頼んでさ、シェアしようよ。そうね。ここがナルトってこうだから、あ、ちょっとなんか先にメニュー決めたらお金払いに行くらしいよ。じゃあまあとりあえずこれをマストとして、うん、まあ、ザンギ定食にする。うん、まあ、でもそれが食べたいんだもんね、タカちゃん。そうさっきね、ダウンタウンのまっちゃんのねサイン置いてあるからね、多分間違いないよ。確かに、もう見ないもん、うん、じゃあ先にいただきます。はい、でかでか、ほんとでか。これね、普通に2個分あるよね。はい、いただきます。かっこいい、かっこいい。いいなぁ、うん、なんか外はサクサクで、うん、中めっちゃジューシー、熱々。はーい。わあ、すげえ。でか。でか。うん。うん。めっちゃ美味しい。これはビールだな。いや、いい。塩コショウがね、めっちゃちょうどいい。辛すぎず、物足りなくもなく。次やばい、夏が追いかけてくる俺らを。これはやばい、やばい、どんどん来るね。なんかね、小樽にはナルトって店とナルト屋って店がねあるんだけど、うん、あの後継者の方がのれん分けして、うん、名前をナルト屋にしただけだから、うん、仕入れ先とか味付けとかも一緒みたいだからね、どっちでもいいみたいだよ、ね、ここが多かったらもう一つ、うんうん、でもそっちも小樽にあるの？どうなんだろう、あ、それは知らんとね。店舗はいっぱいあると思う。はいはいはい、まあでも店舗が多かったから別にね、ここの本店じゃなくてもね、うん、でもなんでかわからんけどやっぱさ、本店行きたくなっちゃうよね。北海道回っていく中で西の方はね、正直あんまり行かないというか、うん、行くルートに入ってないから、うん、まあ、今回亀井岬行って、まあ、ちょっと遠回りしてまた小樽の方に戻ってきて、うん、もうそっちは終わりになっちゃうから、まあまあ楽しみましょう。チコタン、うわー、絶景じゃないこれ。すごいね。なんかシャコタンとかね、その辺に入ったあたりからめっちゃお店の旗とかにウニウニウニって書いて
王の生ウニ丼。うわ高ー、いくらって書いてあった？5060円。ウニ丼でもやっぱそんぐらいするんだね。大丈夫か、この中で誰よりもガソリンない自信あるぞ。やばいぞ、ガソリンがマジでない。なんで入れんかんな。はい、今カムイ岬の駐車場に来ました。ちょっと風が強いから音があるかもしれないけど、駐車場からね、まあ少し歩くみたいだから、うん、行きましょう。天気はだいぶいいよ。ちょっとね、あんまり大きな声では言えないんだけどね、うん、ここに着いて1時間ぐらい2人寝てたんだよね、車で。ちょっと疲れてさ。そしたらなんか1時間ぐらい休んでたら、そしたら急に高子も早く行こうとか言い出して、一回俺が行こうよって何回も言った時はさ、あと5分、10分って、いや5分、5分でいいからって言ってさ、寝てたくせにさ。でもゆうやくんがその後寝て、私はさ起きるのにさすぐ起きれるけどさ、ゆうやくんが起きるってなったらさ、もう30分かかるじゃん起きるのに。人の時はすごい、もう私一人で行っていい、本当にもう一人で行っていいってさ、もうそんな人が言った時は起きなかったくせに。女人禁制の地だって。え、じゃあさよなら。じゃあ嫌くない、一人で行くしかないね。知ってる岬の名前ね。じゃじゃカムイ岬、ハト岬、じゃタッピ岬、じゃじゃソーヤ岬、じゃじゃ知床岬。ないです。はい、オッケー。ずる、ハト岬ずる。ファイト。着いた？あれ展望台？灯台ね。北海道庁が明治1888年から6年にわたって20基の灯台を建設した最初の灯台、現存する灯台では5番目に古いものです。やばい、風が強風すぎる。シャコタンブルー綺麗やね。綺麗だった。見に来る価値あるよね。あ、うん、来ていいと思います、うん、綺麗よ。でも本当にあのこの端っこじゃなくて途中のところ、うん、の方が俺は好き、景色が、うんうん、まあ、端っこに行くのはさ、カムイ岩があるから、そうそうそう、それを見たくて行くんだけど、とかカムイ岩もしかすると夕日とかの方がいいんじゃないか。あ、そうかもね。先に行こうって言ったのに、ソフトクリーム食べれなかった。はい、ちょっと待って、ボッサボサだ、制御不能。髪の毛はあるじゃないか。あ、髪の毛はある。しかも帽子あるって聞きたかったよ。全部がおかしかった今。怖いから。怖い、今の。もういや、こういうの。よし、はい、真面目に車に戻ってきて、売店でねソフトクリームをね食べようと思ってたんだけどね、売店が閉まってたの。食べさせてもらえなかった、ね、何時に閉まるの、あの売店。3時半とか開いてなかった説あるよ。いや、開いてた開いてた、開いてた。私トイレ行ったもん。ああ、そうなんや。うん、わかんないけど、めっちゃ早くに閉まるみたい、売店は。ねえ、だって3時半ぐらいに閉まったんじゃない、あそこ。
ちゃ綺麗じゃん、うん、ということで今小樽に、うん、もうね夜8時過ぎてしまって、うん、クルーズ船は終わっててどこを歩くかはちょっと今からなんだけど、ね、ちょっとブラブラして雰囲気だけでも、うん、歩くだけになるかもしれないけど、うん、ちょっと歩いてみます、はい、せっかく来たんで、うん、クルーズ船見れたね。クルーズ船見れた。もうないと思ってたら出会った。なんか俺のイメージ勝手にもっとさ装飾がビカビカにしてあってとかかなと思ってたらそういうのじゃないんだね。小樽の中央通りをね今歩こうとしてるんだけど、交差点のところから見えるマンションがねもうね明らかにそう。天竜人が住んでるようなマンションで見下ろされてるよ、ね、そう2人でねあそこは高いぞっていういやらしい話を言いまして、だって結構さもうさ見せる系のカーテンじゃん。そうそうそう、今の時点のこの前出した社内紹介の動画の視聴回数当てるゲーム、はい、で当たったら何でも好きなもの買ってもらえるんだっけ。そう何でもいい本当にもう予算なしまあ当てれないと思ってるから俺強気だよで3回チャンスありね。そうまあめっちゃ難易度高いけど3回以内に高子が当てることができたら何でも買えるという。私本気で狙いに行くんで、うん、でちょっと待って1個じゃあねさすがにそれ難しいと思うから、うん、0は入ってません。ありがとう、はい、1から9でやらせてあげる。申し訳ないけど行くよ。1234 0ヒット2ブロマジか。さあ、あと2回です。ってことは、これは難易度高いぜ。いきます。2356。ワンヒット、ワンブローです。さあ、タカちゃん、最後です。あ、そっか、最後か。あ、もう一回欲しい？じゃあいいよ。あと2いいよ。いくよ。4789 4789 0ヒット2ブローでございます。さあ次が最後のチャレンジ。タカちゃんは4桁の視聴回数を当てれるでしょうか。いきます。でーん、はい、お願いします。2439 2439ワンヒットワンブローです。マジか。ちょっと待って、まだ続けよう。もうじゃあもう景品なしね、うん、何でもワンヒットワンブロー、はい、おかしいな。この女本気や。当てるまで帰らんつもりや。3ヒットまでいけたけどちょっと当てれなさすぎて動画を止めてしまった沼に入ってしまった。まさか10分止まってやるとは思わなかったこれハマるよね、やりだしたら。はい、今日の車中泊場所に到着しました。もうね、夜もかなり遅くなってしまったので、うん、もう歯磨きをして早めに寝ようかなと思います。明日もね、楽しいことが待ってるんで。そうそう、明日も観光日なので、ね、そうなんです。